復活じゃー。さてさて今週もやってまいりました声優ニュースのコーナー。今宵もネットに転がっていた情報を甲子園の土を持ち帰る高校球児がごとく大事に集めてまいりましたので、早速お話ししていきたいと思います。それではまずこれ。休止から約2ヶ月ぶりに、時は8月の24日、悪魔のリドルチタルやファンタジスタドール鏡などでおなじみの声優、三沢幸佳さんが、事務所公式にて、先々月から活動を休止しておりましたが、少しずつお仕事を再開していくことを発表し、話題となりました。おかえり。三沢さんといえば今年の6月10日、体調不良を理由に活動休止を発表して以降、以来それっきりだったわけなのですが、あれから約2ヶ月、ようやっとこの不穏な沈黙を蹴破る結果と相なりました。ちな今回の復帰に対し所属事務所側は、この度体調を考慮しながらではありますが、少しずつお仕事を再開させていただく予定ですとアナウンスしており、ご本人も体調と相談しながらにはなりますが、活動を徐々に再開いたします、という旨の声明を公開したのだと言います。とまあ活動再開とは言ったものの、蓋を開けてみれば万全の回復というわけではないことがわかる今回のご報告。これに対し一部のファンの間では、三沢さんの性格と爆心が体に齟齬をきたしてるのではないか、ドラマなどの挑戦ばかりで疲れてしまったのではないか、ファンとの距離が近いゆえに、メンタルをやられてしまったのではないか、などなどと、それぞれ三沢さんの気持ちを汲むような意見が散見されたのだとか、ですがこれは所詮、憶測というもの、我々の見ている光景はいわば台風の目なのであって、どんなに思考を凝らし頭をかきむしったところで、実際に真実を知れる立場にないというのが、ファンである立場の辛いところ、つまり、そんな推しを推し量るみたいなややこいことはとりあえず置いといて、今は無事活動を再開された事実をテケテケ喜び勇む方が、ファンとして健全なのかもしれませんよなというお話。まあ、今まで勘ぐりに勘ぐってきたカエルが言うことじゃないんですけど、今後のご活躍にさらなる注目が集まる、復帰情報なのでした。次、コロコロコロナ。今週陽性と診断されてしまった声優さんは、山地さん、松本さん、森島さん、平松さん、緑川さん、木水さんなどとご覧の通り、さすがにこの話題こすりすぎていうセリフも尽きてきたので足早に次のニュース参らせてもろて。次、達久さん、続投。時は8月の25日。あらゆる有名声優さんをとりあえずぶち込んで煮込んだようなキャスト陣でおなじみのアニメ、週末のワルキューレ、その2期の情報が公開した際、1期から作中の芝役を任されていた鈴木達久さんが、降板ではなく続投していることが確認されたため、話題となりました。達久さんといえば、今から約1年前に騒動を起こして以降、何かとその後の動向に注目が集まってしまっているわけなのですが、さて問題です。私は一体何回彼の話題をこすったのでしょうか。いや数えるのめんどいので答えなんて出ないんですけど、とりあえず指で数えきれないことは確かな気がする。間は9代。達久さんの一期を見る限り、2022年で新たに役を勝ち取った様子はないみたいですし、追い打ちをかけるようなニュースじゃなくて本当に良かったと思うばかりというか、これ以上降板してしまったらさすがにいたたまれないというか、いやまあ賛否が分かれるニュースなので、これ以上下手なことは言えんとですけど、そろそろ新しい配役をもらった的なニュースを報じさせてくれちゃってもいいんですよ。少なくとも住所ドブ川のカエルさんは陰ながら吉報をお待ちしておりますということで、ここは一つ。次、もののけ姫さん役に、格言。時は8月の24日、ブリーチのチャドやスパイファミリービル・ワトキンスなどでおなじみの声優、安本博樹さんが、星野源のオールナイトニッポンに出演した際、もののけ姫のさん役を務めた女優さん、石田ゆり子さんの悩みに、声優ならではのアドバイスをしたとのことで、話題となりました。石田さんといえば、平成たぬき合戦ポンポコの沖代さんや、先も言った通りもののけ姫のさんなどのアテレコ経験があるお方でして、ラジオ内でゲストとして呼ばれた彼女は、声優を本業としていないこともあって、もののけ姫が再放送されるたびに下手扱いされるため、すごい毎年辛いんです。と毎年思い悩んでいる心境を吐露していたのだそうな。星野さんもその意見に同調する中、声を上げたのが同じくゲストとして出演されていた声優、安本さん。彼は石田さんのそのお悩みに対し、絶対気にしなくていいですとフォロー。ついで、選ばれたわけだし、監督とかディレクターが OK って言ってるんだから、僕は絶対にそこを信じて、たとえ自分がしくじったかもと思っても、OK って言ってくださった人を信じて、胸を張るようにしています。絶対大丈夫。との胸を公共の電波に乗せて発信したことで、私の中で安本さんの株が、高度経済成長的に爆上がりしました。控えめに言って、最高です。というかこの安本さんの考え方、どこかで聞き覚えがあると思ったら、同じく声優である花江夏樹さんの奥さんが、花江さんを励ます際に用いてくれていたと、以前どこかの番組でおっしゃってましたよね。安本さんもさることながら、本業でもない奥さんまでもがこの考え方を確立してるの、普通に脱帽なんですけど、このニュースは安本さんの株が上がり、花江さんの奥さんの底の深さを再確認でき、謎に石川さんへの庇護欲がかき立てられる結果と、相なったのでした。次、元七虹声優、ついに退所、七虹斎藤ニコルかっこ初代を担当していた過去があり、現在は女優として活躍されている、朝倉優衣さん。彼女といえば過去のニュース動画にて、フライデーをはじめとしたストーカー被害を事務所に訴えたにもかかわらず、事務所側が的外れな対応をしたことで、話題を呼んだわけなのですが、皆様覚えておりますでしょうか。一体全体なんのこっちゃという方に向けて、今までのことの流れをざっくりお話ししますと、今年の6月28日、朝倉さん所属の事務所、リベラが彼女へのストーカー被害を公表出演ッター上で警告。6月30日、フライデーが朝倉さんの熱愛疑惑を記事に非公開。5日に事務所はツイッター上で、ストーカー規制法には抵触していなかったと、謎の謝罪を行う。同日朝倉さんは、自身のインスタにてフライデーの情報を否定。事務所からも情報を操作されていると発言。そして今回新たなニュースとして、8月25日、またもフライデーが不誠実な記事を公開。内容は、素行不良により8月末で事務所をクビ。記事の中で事務所リベラは、各所にご迷惑をおかけいたしておりまして、現在、誠心誠意ご対応させていただいております、と、あたかも事実かのように対応。そして同日、朝倉さんは自身のインスタにて、8月末に事務所を退所することは事実だが、被告などの素行不良でクビにされたという話は、全くもって虚偽であると主張。自主的に退所した証拠として、今年3月にはすでに退所の件で話していたという LINE のスクショを公開し、現在ファンの中で波乱を呼んでいるとのことです。千奈子の件に関して事務所は当然かのごとく、だんまりを決め込んでおられるご様子。退所が決まってるとはいえ、事務所からの事実確認くらいしてあげても良いのではと思いますが、これ以下に、そんでもって今回の件で明らかになったのが、朝倉さんと事務所との間に、だいぶ深刻な圧力が生じてしまっていること。LINE の内容を見る限り、スタッフとの連携不足やら金銭トラブルやらと、なかなかにディープな問題が、今回自主退所の決め手になったみたいですね。して一つここで気になるのが、一体どこで8月退所の情報が、週刊誌にリークされたのか。これはあくまに憶測なので鵜呑みにしないでほしいのですが、巷ではどうやら事務所のスタッフが週刊誌にリークしたと見るのが、濃厚な線として見られているそうな。そしてタレントに逃げられたと思われないように、事務所は素行不良という虚偽の設定を盛り込ませて、あたかも我々は被害者ですよという面ができるように、週刊誌に情報を流して拡散させた、というのが、真相の一説としてなかなかに発言権を得始めているわけなのですが、どうでしょう。まあ結局お互い真意のほどは定かではないので、下手なことは言えないんですけど、週刊誌に粘着され、ありもしない事実を書かれてもなお、事実確認もせずにだんまりを決め込んでるこの事務所を見てると、どうしても朝倉さんの肩を持ってしまいますね。事務所と連携が取れないと、ここまでややこい展開にまで発展するのかと恐怖すら覚えてしまった、今回の対処ニュースなのでした。次、声優番組、ギネスへ。時は8月の21日、今や声優番組と言ったらこれ、みたいな地位に腰を下ろさんとしている番組、声優と夜遊びが、声優28時間テレビという超絶大型企画を実施、その番組内でギネスを獲得したとのことで、話題となりました。してその記録というのが、これです。こちらは要は24時間で一番視聴された声優番組、という意味にございまして、どうやら夜遊びは、24時間内で370万以上もの視聴回数を稼いだのだと言います。ちな他に競合してくる番組が今後生まれるかというのは、言わないお約束です。今後このギネスが再利用されることがあるのだとすれば、きっと来年また28時間を実施する上での、超えるべき指標になることくらいでしょう。ちゅうことで来年もぜひぜひ実施してくれることを、カエルは祈るばかりにございます。最後、有名声優、何食わぬ顔でドラマに抜擢。時は8月の22日、フリーのりんちゃんやいないれしろうなどでおなじみの声優、宮野真守さんが、今年10月に放送予定の、君の花になるというドラマにて、やたらキレのいいマネージャー役として起用されたことで、私の中で話題となりました。ほら見てこの相関図、何食わぬ顔して存在してますよこのイケメン。どうやら宮野さん演じる役はキレの良いコミカルなマネージャーという触れ込みなのだそうで、イメージとしてはゾンビランドサガに出てくる辰巳孝太郎のような動きが予想されております。なんだろう、想像が容易すぎるのなんだろう。今年10月に放送予定のドラマだそうですので、宮野さんフリークな方はぜひチェックしてみてね。ということで今週の声優ニュースはここまで。皆様の意見もぜひお聞かせくださいませ。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイ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 バーイ。